エステル・ブライト並びにヨシュア・ブライト。今回の働きによりグランセル支部は正遊撃士資格の推薦状を送ります。どうぞ受け取ってください。はい。これで5つの地方支部での推薦状が揃ったわけですね。それではカシウスさん、よろしくお願いします。うん。エステル・ブライト並びにヨシュア・ブライト、これより協会規約に基づき両名に正遊撃士の資格を与える。各地方支部での推薦状を提出せよ。はい。どうぞご確認ください。ロレント支部、ボース支部、ルーアン支部、タイス支部、そしてグランセル支部、5支部すべてのサインを確認した。最終ランク、準遊撃士1級。ここまで行くとは思わなかった。正直驚かされたぞ。エイドスと遊撃士紋章においてここに両名を正遊撃士に任命する。両者エンブレムを受け取るがいい。エステル、ヨシュア。新しいエンブレムなかなか似合ってるじゃないか。ま、今回ばかりはよくやったと褒めてやるよ。みんなありがとう。ここまで来られたのも皆さんが支えてくれたおかげです。遊撃士としてのキャリアはここからが本番だ。そのことを忘れないようにな。うん、分かってる。いっそ精進するつもりです。さて、めでたい話の後で非常に申し訳ないのですが、ここで皆さんに一つ残念なことをお知らせしなくてはなりません。残念な知らせ？本日をもちましてカシウス・ブライトさんが遊撃士協会から脱会します。しばらくの間王国軍に現役復帰するとのことです。本当ですか？長らく留守にした上に突然こんなことを言い出して本当にすまないと思っている。だがクーデター事件の混乱は未だ収拾しきれていない。情報部によってめちゃくちゃにされた軍の指揮系統も立て直す必要がある。その手伝いをするつもりなんだ。あ、そうか、軍人は遊撃士になれないから。そういえば先輩たちはこのことを知ってたみたいですね。ええ、相談を受けたからね。正直心細いけど、いつまでも先生に頼ってばかりじゃ私たちも一人前になれないし。まあ、これからは若手だけでもなんとかなるって証明してやろうじゃねえか。そうか、そうだな。しかしいつまで経っても忙しさからは解放されないね。まあ、こうして新たな正遊撃士が2人誕生したんだ。せいぜい俺の代わりにこき使ってやるといいだろう。あのねこれからはもっと忙しくなりそうだね。
ったく父さんってば。生誕祭くらい王都見物に付き合ってくれたらいいのに。すまんが、早速軍医に会ってな。リシャールこそ逮捕されたが、未だ逃亡中の特務兵も多い。カノーネ隊もあの地下遺跡でいつの間にか姿をくらませていた。さらに大会に参加した空賊団も混乱に紛れて逃亡したらしい。生誕祭の途中で騒ぎが起こらないよう警備を強化しなくてはならんのさ。まったく、揃いも揃ってしぶとい連中ね。確かにどちらも諦めが悪そうな感じはするね。まあ警備の方は気休めさ。問題はあの地下遺跡の出来事が何を意味していたかということだ。リシャールが封印を解いたことでどのような影響が出てくるのか。オーリオールとは何なのか、それを見極める必要があるだろう。うん、確かにそうよね。それにリシャール大佐も記憶が怪しいみたいだったし。うん、クルツと同様思い出せないことがあるそうだ。それでも取り調べの途中一つだけ判明したことがある。あの黒いオーブメントの出どころだ。え？製造元が分かったの？いや、あれを情報部に持ち込んだ人間が判明した。情報部特務部隊隊長ロランス・ベルガー少尉だ。あの人が情報部にスカウトされた時にリシャールに渡したらしい。そしてリシャールがクーデターを計画したのはちょうどその頃からだそうだ。どうやらロランス将棋の正体は徹底的に調べる必要がありそうだな。そっか、得体が知れないとは思ったけど。そうなると私たちが素顔を見ただけでもラッキーね。言ってくれればいつでも似顔絵を描くわよ。ああ、そのうち頼むぞ。もっともお前の絵心にあまり期待は持てないが、シェラザードや陛下たちにも頼んでおくか。うん、どういう意味よ。エステル、ロランス少尉の顔見たの？あれ、話してなかったっけ。上級のテラスで戦う時にあのヘルメットを外したのよね。年は20代後半くらいでアッシュブロンドの髪だったわ。でも女王様も言ってたけど、やたらとすさんだ目をしてたのよね。なんていうか冷たいような、それでいて燃え盛っているような。あなたに哀れむ資格などないとか女王様に向かって言ってたし。哀れむ資格などない。よしよ。うん、お前は昔から考えすぎるところがあるようだな。事件の後始末は俺たちに任せて生誕祭を楽しんできたらどうだ。あ、うん、それもそうだね。そうそう、目いっぱい楽しんじゃいましょう。そうだ、確か今夜はお城に泊めてもらえるのよね。ああ、女王陛下のご配慮で右翼の二つの客室を貸していただいた。俺とヨシュアが右側で、
エステルとシェラザードが左側だ。え、私とシェラネーンが一緒なの？別の組み合わせがいいのか？だったら俺とエステル、ヨシアとシェラザードにするか。たっぷりと父に甘えるがいい。やっぱりシェラネーと一緒でいい。テレヤさんめ。それじゃ夜にまた会おう。久しぶりなんだし、父さんと一緒の部屋にすればいいのに。君のお母さんのこととか、いろいろ話すことがあるんじゃないの？それはそうだけど、ヨシアとシェラネーが一緒はなんだか嫌っていうか。え？なんでもない。それよりもとっとと見物に行きましょう。街の中すごく賑わってたし。そうだね、いろいろと回ってみようか。疲れたら東街区にある休憩所で一休みするのがいいんじゃないかな。うん、百貨店の裏にある休憩所ね。それじゃあ街を見物しながら最後にあの休憩所に行くとしますか。
よう、ヨシュア。ハンスじゃないか。どうしてここにいるんだい？おいおい、久しぶりに会ったってのに、そりゃ釣れないだろう。あれからやっぱり、一人の夜が寂しくって寂しくって。お前のことが忘れられず、はるばるオートまで追いかけてきたんだよ。相変わらずだな。ま、いろいろあったみたいだが、元気そうで安心したぜ。ルーアンに来ることがあれば、また学園の方にも寄ってくれよな。エステル、ヨシュア。あ、ジル？久しぶりね。クローゼから聞いたわ。大活躍だったんでしょ。さすが赤騎士ユリウス殿ね。クローゼから聞いたわ。さすがエステルさん、ヨシュアさん、クローゼ、ここにいたんだ。学園長からジルとハンス君が来ていることを聞いたので、ちょっと後ろを抜け出てきちゃいました。クローゼって見た目と違って行動は大胆なのよね。今回は本当にありがとうございました。私ったら、二人には最後までお世話になってばかりでしたね。私もクローゼにはいろいろと教わった気がするのよね。人の優しさっていうか、思いやる気持ちの強さっていうか。ごめん、口下手だからうまく言えないんだけど、とにかくこれからも同じようにお互いに頑張っていけるといいな。エステルさん、私お二人に会えて本当に良かったと思います。久しぶりだろう。学園の生徒を代表してジル君とハンス君に生誕祭へ来てもらったのだよ。
やれやれ、逃亡生活は年寄りの身には応えたぞ。一緒にいたのがアガットじゃ、いろいろと苦労したんじゃない？いや、そうでもないぞ。あいつはわしらに随分気を使ってくれてな。逃走経路や工程などわしらに無理のないようによく考えてくれてたぞい。アガットのやつは何も言わんがな。そうなんだ。カシウスに比べればまだまだひよっこじゃが、とりあえずやつには感謝しとるよ。アガットもカシウスに比べればまだまだひよっこじゃがな、とりあえず。あ、エステルお姉ちゃんとヨシオお兄ちゃん。ティーター、なんだか嬉しそうね。おじいちゃんと一緒にアイスクリームを食べに行く約束したの。へえ、よかったじゃない。うん、本当はアガットさんとも一緒に行きたかったんだけど。アガットがアイスクリームを。まあ断るかもね。アイスクリーム美味しいのにな。おじいちゃんと一緒にアイスクリーム。本当は、今回の記事で先輩と私フューリッツァー賞ってのをもらえるかもしれないんだって。フューリッツァー？ジャーナリズム、文学、音楽などでその年に最も優れた業績を挙げた人に贈られる賞だよ。ジャーナリストにとって最高の栄誉なんじゃないかな。これもエステルちゃんたちのおかげかな。あのね、ナイアル先輩、今回の記事です。よう、エステル、ヨシュア、今回は本当にご苦労様だったな。おかげさまでクーデター特集号はバカ売れだぜ。お前さんたちが活躍した話は特に反響があったらしいぞ。もっともギルドの意向で名前を載せることはできなかったけどな。ま、これからも何かいいネタがあったらよろしく頼むぜ。
エステル君、ヨシュア君。ユリアさんだ。こんなところでどうしたの？教会に潜伏している間、大司教殿には世話になったからな。お礼を言うとともに事情を改めてお話ししたかったのだ。ああ、なるほど。そうそう、君たち二人にもお礼を言わせてほしい。今回陛下と姫殿下をお助けできたのは二人がいてくれたからだ。我々だけではどうなっていたことか。君たちには本当に感謝しているよ。ううん、私たちだってユリアさんたちがいなかったらうまくいったかわからないし、それに女王様たちを助けたかったのは私たちも一緒だから、チャラってことで。そうか、ありがとう。ところで君たちも大司教殿に用事なのかい？大司教殿なら今さっき祭務室の方に向かわれたよ。